どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。そこで今回は今年行った福岡県の美味しいラーメンを皆さんにまとめて紹介していきたいと思います。ぜひ福岡に行った際の参考にしていただければと思いますので、最後までご覧ください。 それでは行きましょう s go! <S 今回お邪魔しましたのは博多駅の中にありますデイトスというところの2階にこちら博多面会堂がございますこの博多面会堂には福岡の博多ラーメンのさまざまなお店が出店をしています国内外で50店舗以上展開していて元祖淡系ラーメンと言われているこちら博多一校舎のラーメンを皆さんに紹介していきたいと思います 注文ししたた。味付けチャーーシュー麺が出てきましたこちらは泡系の濃厚の豚骨スープにチャーシューがドンという形ではみ出るボリューミーな一杯となっていますラーメンに近づいてスープを見てみるとこれがまさに泡系のラーメンかというふうに思い知らされるようなラーメンですよね このスープは豚の骨が砕けるまで強火で炊き続け、さらには熟したスープに若いスープを頻繁に継ぎ出しながら味と旨味を凝縮させ、クリーミーさと骨の味を最大限に引き出して作られたスープだそうです。ラーメンの麺へのこだわりも強くて、店主がラーメンの麺まで作ってこそ本物のラーメン屋という思いを掲げて2008年から作っているそうです。 従来のボソボソとした粉っぽい細麺ではなくて細くても小麦本来の香りもっちり感を味わえる麺を作っているそうですそしてこのチャーシューへのこだわりもすごいんです 特製の大ンチャーシューを使っていて、これは赤身と脂身のバランスが良い厳選した肩ロースを使用しているそうです。一校舎秘伝のタレに漬け込み、厚み、大きさ、切り方にもこだわり抜いた特製大ンチャーシューは、これはラーメンとの相性も一番に重視して作られたそうです。 そして、博多豚骨ラーメンと聞くと、やはりあの独特の匂いが気になる方もいるんではないでしょうか。ですが、この博多一個社さんの豚骨ラーメンというのは、そこまで豚骨臭が強いわけではないので、ぜひ安心して食べていただければと思います。 今回紹介をしたこちら博多一光社さんというのは創業して16年と比較的歴史が浅いラーメン屋さんではあるものの今や全国展開もしていてさらには海外にもお店を構えるほど成長してきました努力に努力を重ねて作られたこの泡系の原点ともいえる一光社さんのラーメンぜひ博多に行った際には食べていただきたいと思います なんと、自宅でも一校舎さんのラーメンが味わえるこちらお土産ラーメンもありますので、ぜひお土産に買っていってみてください。紹介するのはこちらのシンシンです。その中でも今日はですね、博多シンシンラーメンを注文しました。さて、こちらがですね、博多シンシンラーメンです。豚骨ベースですが、えー、普通の豚骨は一味違ったラーメンに仕上がっております。どちらかというと、あっさり系に仕上がっていて、 あの、癖のある豚骨臭もあまり感じさせません。豚骨ラーメン初心者の方でも食べやすいラーメンに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。それでは早速、ラーメンをすすっていきたいと思います。このように、麺は細麺で、今回は硬さはバリカタを注文しました。硬さも絶妙で、非常に食べ応えがあります。とても美味しいラーメンです。 さて、博多ラーメンと言ったら、この紅生姜ですよね。紅生姜をトッピングして、ラーメンをすすっていきたいと思います。いただきます。豚骨のまろやかさと、この紅生姜の辛さが、本当によく合いますね。そして、チャーシューもこのように、箸で切れてしまうほど、とても柔らかい、トロトロのチャーシューです。こちらのトッピングした煮卵も非常に味が染み込んでおり、美味しいです。レジの横にはお土産も置いてあったので、もちろん買っていきました。 さて、次に紹介するのは、数多くの有名人が訪れる老舗コッテ定ラーメン、だるまです。このようにずらーっと有名人の色紙が並んでいるのが特徴のお店です。そして今回注文したのは、数量限定で販売していた炙りとろ肉チャーシュー麺です。どうでしょうこの見た目からのインパクト非常に大です。本来であれば、だるまの本店にしかないんですが、今回は期間限定で博多デイトス店にも用意されておりました。 そして、まずスープをですね、一口いただきたいと思います。このスープを最初に言えば、豚骨スープの芯の旨さが伝わってきます。そして、次にはですね、このチャーシューを食べていきたいと思うんですが、もうトロトロですね。歯ごたえ抜群です。肉好きにはもうたまりません。そして、いよいよですね、麺を食べていきたいと思います。だるまの麺は、製麺所に特別に頼んで作ってもらっているオリジナルの極細麺です。 この麺とトッピングされているもやしとネギを絡めて食べることによってよりですね、美味しさが増すと思います。もちろん、このだるま店にも卓上に紅生姜が用意されていますので、紅生姜をインしちゃいます。紅生姜を入れることによって、またちょっと違った味の変化が楽しめるのも、この博多ラーメンの特徴と言えるでしょう。 こちら長浜 No.1 というお店は福岡の長浜で行列を作り続けた伝説の屋台でございます国内だけでなく海外にも店舗をどんどん広げているこちら長浜 No.1 さんのこちらメニュー表でございますが今回はこの中でもスペシャルラーメンを注文しました一体どんなラーメンが出てくるんでしょうか さて、注文したスペシャルラーメンが運ばれてきました。こちらのスペシャルラーメンの具材は、煮卵、そしてチャーシュー、さらには青ネギ、高菜、そしてワンタンが入ったラーメンでございます。それでは、まず気になるこちらのスープからいただいていきましょう。スープを一口食べると、優しくもあっさりとしていて、滑らかな奥深いうまみを感じる豚骨スープとなっています。 続いては麺をすすっていきますこちらで使用されている麺は細いストレート麺のようです一口食べてみると麺の硬さもちょうどよくて適度なコシがあり歯応えがとってもいい麺でございます福岡の博多豚骨ラーメンを食べる際にはあの独特な豚骨臭が気になるものなんですけれどもこちらのラーメンからはさほどそのようなインパクトはありませんでした こちらのラーメンで使用されているチャーシューというのはどちらかというと薄いチャーシューでございまして食べても脂っこくないあっさりとしたチャーシューになっています濃厚な豚骨ラーメンなんですけれども食べた後にこの後味がスッキリする感じがまたいいですよねさらにトッピングされているこの高菜と一緒に食べるとさらに美味しさが増すように感じます トッピングされているこちらの半熟の煮卵も食べていきます。黄身の部分がとても甘くて美味しい煮卵でございます。そしてこのスペシャルラーメンには忘れてはいけないワンタンも入っています。ワンタンも主張しすぎず、どちらかというとバランスを整えてくれるような感じがしていて、とてもこのラーメンによく合います。 居酒屋さんで飲んだ後にちょっと締めに長浜ナンバーワンさんに行ってこの豚骨ラーメンを食べるとそれはそれはとても美味しいんでしょうね。もう屋台で人気を獲得してきた理由が非常によくわかります。そして卓上にはこのようにゆず胡椒も置いてあります。ぜひこちらをですね、ラーメンに絡めて食べてみてください。もう一気に味が変わるんですけれども、これはこれで非常に美味しいラーメンになります。 ぜひ博多駅に来た際には面会道に足を運んでいただき長浜ナンバーワンさんのスペシャルラーメンを食べてみてくださいとっても美味しいです麺屋金虎にお邪魔いたしましたその中でも今回ですね特に辛いつけ麺を皆さんに紹介していきたいと思うんですがこちらのカラカラつけ麺税込1050円でございますその他にもこのようなメニューを用意してあります さあ、注文したつけ麺が到着しました。こちらが麺屋金虎さんのつけ麺でございます。今回は辛さは激辛をチョイスしましたので、このようにスープがもう真っ赤っかですよね。一体どれぐらい辛いんでしょうかもう非常に不安がよぎってきます。麺はこのように艶やかでもちもちしています。本当に一体どれぐらい歯応えがいいんでしょうかもう食べる前からとても楽しみが膨れ上がってきました。 まずはこちらのスープをかき混ぜていきましょう。で、かき混ぜ終えたら一旦スープがどれぐらい辛いのか味わっていきたいと思います。やはり第一印象は辛いと思ったんですけれども、その後に魚介の風味がふわっと出てきたので、とても癖になりそうな辛さでございます。さあ、このスープの中にこの麺を入れて、麺を実際にすすっていきましょう。 麺を一口すすってみるとこの濃厚魚介スープがよく絡み合ってとても美味しいつけ麺でございますこの濃厚なスープそしてこのもちもちとしたコシのある麺この2つが織りなすハーモニーはもはや究極と言えるでしょうぜひ博多駅に来た際は皆さんに食べていただきたいつけ麺の一つでございます こちらのお店のコンセプトでもあります豪快で荒々しく男らしい一杯っていうのをまさに体現してくれるそのようなつけ麺になっています。ですが今回選択した激辛はやっぱり後から辛さがじわりじわりときてきますので飲み水が欠かせなくなってきました。 スープの中に入っているチャーシューもこのように大きくカットされていてとても食べ応えがありそうです一口食べてみるともう柔らかくて口の中でとろけてしまうほどです福岡県の博多といったらやっぱり皆さんはグルメといったら豚骨ラーメンを連想されるんではないでしょうかこちら麺屋カネトラさんのつけ麺はまさにその豚骨ラーメンをしのぐぐらいの パンチ力はあるかと思います。ひょっとしたら福岡博多の新定番になりうる存在なんではないでしょうか博多駅に行った際には是非麺街道に足を運んでいただき博多ラーメンではなくこちら麺や金虎さんのつけ麺を是非ご賞味ください非常に圧倒されること間違いなしです 最後までご覧いただきありがとうございました。ベッキムは今年1年間で行った博多駅のデイトスのラーメン街道にあるラーメンを皆さんに紹介してきました。ぜひ福岡に行く際の参考にしていただければと思います。引き続き日本のグルメなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!